ブランズウィック銃は19世紀初頭にエンフィールドのロイヤルスモールアームズファクトリーで製造された704口径のパーカッション式前装ライフル銃。ブランズウィック銃はベーカー銃の代替として設計された数種類のライフル銃の一つである。ベーカー銃とは異なりブランズウィック銃は重心内の市場に噛み合うように ベルト状の突起が設けられた特殊な休憩弾が使用された。その評価において、ブランズウィック銃の特殊休憩弾は、当時のイギリス軍の標準的な紙製薬莢を使用できないことが判明した。また非常に重く、初速も比較的遅かった。このような問題にもかかわらず、ブランズウィック銃は、当初の機体よりは良好であり、軍需品部は、 重心長30インチ0.654口径のモデルの製造を命じた。銃剣の装着も可能であったが、ベーカー銃では着剣時の射撃ができなかったという経験から装着位置が後ろに移動された。1836年12月、ブランズウィック銃とベーカー銃の比較試験が実施された。ブランズウィック銃は短距離での精度は同等、長距離での精度は ベーカー銃を上回った。また、重心内の掃除も少なくて済んだ。市場は2畳と、簡単なデザインであるため、重心寿命が、ベーカー銃より長くなることも期待され、全体として、非常に頑丈であると評価された。1837年1月、ブランズウィック銃の製造許可が出された。その直後に、新しい標準化プログラムに従って、 六百五十四口径から七百四口径への変更がなされた。七百四口径のデザインは1 8 3七年八月に提出され、最初のロットである船長が1 8 3七年十月二十五日に発注された。翌年一月、ブラウン大佐のライフル旅団の代替用として、このうち六百丁は直ちに必要であることが判明したが、 エンフィールド造兵賞は、この要求に時間内に応えることはできなかった。このため、全量が、ロンドンの民間重機製造メーカーに、1兆38シリングで発注された。各メーカーでの製造数は、以下の通りであった。製造は1838年3月に開始され、最初の量産分1840年に、ライフル量弾。 カナダライフル旅団、いくつかの特別部隊に供給された。ブランズウィック銃には弾丸の装填が困難であるとの評価もあったが、評判は良好であり50年近くも生産が続けられた。銃はイギリスと世界中の植民地や全哨部隊で使用された。途中でいくつかの設計変更が行われ、1885年に生産が終了した。 ブランズウィック銃はベルギーでも製造された。南北戦争中には少数ではあるがアメリカにも輸入された。ブランズウィック銃の名前の由来はドイツのブラウンシュバイク公国に由来するが、これはこの銃の原型がブランズウィック公の軍人によってデザインされたためである。帯が設けられた弾丸とブランズウィック銃の2条の市場ブランズウィック銃の内空には ベルト付き休憩弾に合うようには2畳の溝が刻まれていた。当時の他のライフルと同様、ブランズウィック銃も弾丸の装填が困難であるとの問題があった。弾丸は重心内空に密着させる必要があったが、これにより、市場と弾丸が噛み合い、弾丸に回転を与え安定性を向上させた。突起と溝というブランズウィック銃のデザインでは、弾丸と 銃内空に多少の隙間を持たせる必要があったが、当時の黒色火薬は、銃身内空にすぐこびりつくため、銃を使用している間に弾丸の装填がさらに困難となった。ブランズウィック銃は特殊な休憩弾を使用しており、装填時には、市場と弾丸の向きを合わせる必要があったが、これは、市場が見えない夜間における装填を困難にした。 後のモデルでは重厚に市場に合わせたくぼみをつけて市場位置の確認を容易にしている。ロックは最初はバックアクションタイプでありメインスプリングが激鉄の後部にあった。このデザインは重症のリスト部を弱くするため一般的なものではなかった。後にはより一般的なサイドアクション型のロックを採用した。重症はクルミ製でありリスト部は 直線上で低い、櫛型形大尻であった。蝶つ害で開閉する真鍮の蓋がついた、パッチボックスが大尻の右側にあった。最初は、パッチボックスは一室であったが、後にやや大型にして二室とされた。作杖、引き金カバー、大尻プレートはすべて磨かれた真鍮で作成されていた。ブランズウィック銃は刀型の銃剣を、 装着できるようにデザインされていた。装着方式は、ベーカー銃と同様に、重心右側のバイオネットバーを使うものであった。バイオネットバーは、ベーカー銃での経験をもとに、やや後方に移動された。ブランズウィック銃の照準器は、ブロック式の照整と、200ヤード及び300ヤードに、設定できる2個のリーフ型の照耗を利用していた。銃の重量は、 重剣を装着しない状態で旧内市10ポンドであった。1836年型はバックアクション式のロックと一室型のパッチボックスを採用していた。極初期には654口径のものが製造されたがすぐに704口径へと切り替えられた。1840年型では二室型パッチボックスが採用されいくつかの小さな改良が行われた。 1841年型ではバックアクションロックからサイドロックに変更された。しかし実際に製造が開始されたのは1845年であった。このバージョンでは重心がツイストスチールから単鉄製に変更された。またブレークオフ型の汚染から単純なプラグへの変更も行われた。1848年型では バイオネットバー中央上部にロッキングノッチを設けた改良型バイオネットラッチが採用された。イギリス陸軍用に少数が生産された。後継を796口径に増したモデルがイギリス海軍向けに製造されている。1840年から1860年頃にかけてブランズウィック銃のコピーがネパールで製造された。 これらのコピー銃は明らかにハンドメイドであり、それぞれに多少の差異があった。大きく分けて7.5ポンドの軽量モデルとよりオリジナルに似た9ポンドモデルがあった。1万兆から1万2千兆がネパールで製造されたと推定されている。ありがとうございます。